チウトキャス、鹿児島子育て元気恋、毎日ウトキャス始まるよ。毎日ウトキャス。皆様こんばんは。鹿児島県議会議員のウトケイコと申します。本日は1月の13日土曜日、時刻は午後11時16分。今日はちょっといつもより早めの、宇都さんこんばん、森本さんこんばんは。今日もありがとうございます。お店はもうおしまいですか？まだかな？まだ営業中かな？今日はいつもよりちょっと早めのスタートと言いつつも11時17分ですけれども、あまりにも疲れすぎて床に座り込んで1時間ネットニュースを見てました。あ、そっか、展示の最終日、版画じゃなかった、何だったっけ、展示の最終日、版画じゃなくて、あなちゃんこんばんは、ありがとうございます。あ、松島さんありがとうございます。そうなんです、ちょっと早めにスタートしました。おお、そうなんだ。うちの総支部長の長妻さんとのこと、長妻明さんがですね、今日は、鹿児島立憲アカデミーの開講式の特別講師に来てくださいました。長妻さんって中野区の総支部長だったんですね。あ、宮地拓馬、応援団さん今日もありがとうございます。そうですね、今日は本田静香さんのお誕生日でございました。今日直々に本田静香さんから LINE が来て、で、あの、長谷さんって吉野なんですか、吉野地区っていうところあるんですけど、鹿児島に、あの、立候補予定して、鹿児島市議選に立候補予定している長谷小夜子さんは、地区は吉野ですかっていう、あの、 LINE が、静香さんが飛んできて、で、長谷小夜子さんはですね、星ヶ峰の方なんですけれども、あら、あ、ですよって言ったら、なんか多分ご本、静香さんが長谷さんに間違えられた、なんか光栄なのか何なのか、あの、光栄なんですけど恐縮みたいなごめんなさいみたいな感じで、立憲民主党の鹿児島市議選の候補者で吉野から出るのはですね、松尾春代さんと新木瑠璃花さんもですね、実は吉野の方で、実はお二人出身小学校が一緒だったというですね、ことがこの間私知ってびっくりだったんですけれども、本田静香さんは、あの、吉野に、お住まいで、吉野東小学校というところなんだそうです。そう、それで今日ね、お誕生日で、82年の1月の13日生まれ。で、私は82年の10月生まれなので、静香さん早生まれで学年は一つなんですね。それで、昨日もお話ししましたが、参政党の吉田浩二さんは83年の3月生まれで、なので、年は私の一つ下なんですが、学年は同級生ということで、そういたしますと、それで、上野康弘さん、学カフェのですね、上野康弘さんは83年の、あれ、いつ生まれなんだろう、何月か生まれで、またそれも学年は私と吉田さんの一つ下ということで、静香さんと上野さんは、2学年違いで、そうするとあれですね、絶対的権力のやつですね、とかっていう話で昨日盛り上がりました。あの、鹿児島あるあるなのか分かりませんけれども、中学校や高校において1年生と3年生は、王様と、あの、何、家来みたいな感じ、絶対的な権力関係に置かれている、置かれるものなんですけれども、今はでもね、ちょっと違うみたいですよ。あの、私たちが中学生の時って、
部活の先輩後輩ってものすごい先輩怖かったですけれども、今は部活の先輩って優しくって親しみやすいものみたいですよ。で、なんか上野さんが誘惑。そうそう、宮地拓磨応援団さんがせっかく来てくださったのであれなんですけど、宮地さんは鶴丸のサッカー部だったんですってね。それで上野さんも鶴丸のサッカー部なんですよ。で、宮地さんっておいくつだっけ？私の2個ぐらい上か、3つぐらい上かでしたっけ？忘れちゃったんですけど、それでなんかやっぱ上野さんに対してはですね、あの宮地さんもですね、こう、サッカー部の先輩風を吹かす。そうでございました。なんかちょっと昨日ぼやいていらっしゃったんですよ。ってことで、お誕生日おめでとうございます、静香さん。S さん、こんばんは、ありがとうございます。なっちゃん、東京は27区に分けられるんだ。へえ、新中野の事務所まで私、車椅子の自走でも20分くらいで行ける近所なんだ。そうなんだ、長妻事務所。私ね、大学4年生の時に、就職を前にして、こう、何ですかね、いろいろ卒業前に、こう、東京を知っとこうみたいなことをですね、友達としてて、それで国会議事堂に行ってみようっていう、ひらめいて、それでたまたま見つけた長妻昭さんの国会議事堂ツアーに参加させていただいて、全然その時は政治に興味あるとか全然ない時代ですよ。で、なんか長妻さんに、いや、大学生がこんなとこ来てくれるなんて嬉しいねって言っていただいたことがあるので、今日ご挨拶させていただいた時に、すかさずそのこともアピールさせていただきました。S さんがね、長妻さんの元秘書の原さんと Facebook 友達になりました。S さんの Facebook 友達すごいですね。なっちゃん、原さんめっちゃいい人。私もお友達の中にいますとのこと。S さん、すごいすごい。なっちゃんと長妻さんは議員になる前からの友達って、長妻さんってだって8期ぐらいされてらっしゃるんじゃないです？小学校の先生だったんですか？長妻さんって。へえ、すごーい。そうなんだ。S さんが教えてくださった。上野さんの YouTube でもアップされてまして、あ、そういえばなんか、グループラインになんか、サムネ撮っとけばよかったみたいなことを上野さんが言ってた気がする。まだちょっとラインを見れてないんですけど。松島さん、そうそうそう、バラしちゃった。先輩風吹かされるんだってぼやいてらっしゃった。やっぱりね、体育会系のね、上下関係がそこにあるらしくて、鹿児島ユナイテッド FC の徳重さん、監督さんですよね、徳重さん。も鶴丸のサッカー部だそうで、その方と宮地さんをちょっと先輩風を吹かされるとかっておっしゃって郷原千尋さんと上野さんは鶴丸高校の同級生。S さん、いや、でもね、あれ、郷原さん多分私より年上よ、多分だけど、3つか4つか、あれ、年下な記憶ないな。上野さん、私の1個下ですけどね。ドラちゃん、お疲れ様。大丈夫？明日、受験が控えておく。大変なんじゃない？ドラちゃんじゃないけどね。S さん、間違えた！なっちゃんが、先生、原さんが、長妻さんの元秘書さんの原さんが元教員さんで、原さんもじゃあ今議員さんってこと？ちょっとわからない。ごめんね、なちゃんさん。郷原千尋さんと宮地さんが鶴丸の同級生で、村田京子さんと上野さんは鶴丸高校の同級生。そうそうそう。あ、そっかそっか。だから宮地さんと郷原千尋さん、多分私の3つくらい上なんじゃないですかね。多分。そうそう。村田京子さんと上野さんは、そうそう、鶴丸高校の同級生。そうそう。中学校も一緒なんじゃないですか？村田さんと上野さんってもしかして。今日ね、村田さんにね、立憲アカデミー来てくださったんですよ。もう私、村田さん本当尊敬してるので、もうなんていうかですね、素晴らしいですよね。なるほど。S さんが、S さんがすごい。
原さんが学校の先生、合ってた。小学校の先生、合ってた。議員になる前からお友達。原さんとなっちゃんがもともとお友達で、長妻さんが議員さんになる前から原さんとお知り合いだったってことですね。小中高の同級生。へえ、村田さんって小学校から付属なの？え、知らなかった。幼なじみ。そうそう、それでなんか、上野さんと昨日、会をしててって村田さんに言う話をしてたんですよ。なるわ。なるほど。やっぱり今も市議さんなんですね、原さんは。小学校の先生から、長妻明さんの事務所にいらっしゃって、そして今、立川市議さんになってらっしゃる原さん。原さん、名字しかわからないけど、原さんですね。ありがとうございます。なんで原さんの話、あ、そっかそっか。S さんが原さんと Facebook 友達になったよって教えてくださったからですね。なるほど。すごいね。なっちゃんと S さんがじゃあつながりますね、きっとね。素晴らしい。はい、今日は、ということで、立憲アカデミーの開講式が無事に取り行われまして、やはり長妻明さんのお話、とっても面白かったです。今日ね、ドヤ顔で写メをツイートしようかしらと思ったんですけれども、この間ツイキャスでお話ししていた、では立憲民主党としてというか、では私自身がその自民党さんですとか維新さんですとか、というところに今の若い方であったりですとか政治に興味を、最近持ち始めた方が、最初維新いいじゃんって思う方と、あ、国民民主党いいじゃんって思う方が私的に圧倒的に多いと思うっていう話をしてたんですけれども、なんとなくのイメージ、まあやっぱりよりこう弱者目線というか、困っている人のために政治ってないといけないんじゃないのみたいなことを考える方は国民民主党さんに行かれる感じがあるんですけれども、どうしても、いや、なんで立憲なの？なんですよね。立憲に来る方はかなり稀。頑張ります。皆さんがチラシ配ってくださったり、頑張ってくださったりか、我々議員というか私頑張らないといけないんですけれども、まあそんな中で、それはまああれ置いておいて、維新さんですとかと、あるいは、自民党さんと、何が違うのかというところで、私はやはり人権を柱にして、絶対的な価値観として活動していきたいっていう話をさせていただいたんですけれども、長妻明さんは今日のお話でですね、まさにそんなこと言ってくださってて、じゃん、立憲民主党が目指す社会という今日の長妻事務所さんのレジュメなんですけれども、この1ページに目指す社会の方向性っていうので、ここに全ての人に居場所と出番のある社会に書いたんですけど、この3つの項目立てに人権軽視から人権尊重って書いてあって、で、わ、まさに私よ、やっぱここが柱でいいんだって、すごいこうなんかちょっとほっとしたというか。はい。あとはですね、2つ。格差放置から格差是正。それから1つの価値から多様性というのがですね、立憲民主党が目指す社会の、こちら。立憲民主党が目指す社会の、3つの柱ということで、私としてはこれはですね、すべて憲法に載ってるなっていう感じです。人権尊重というのはですね、人権リストと呼ばれる、13条にからなるですね、ものかなというふうに思います。そして格差放置から格差是正というのは14条、平等ですね。それから一つの価値から多様性というのは13条、個人の尊重なのかなというふうに自分なりに解釈をいたしました。なんかでも私本当によくよく自分が言うことがこう今日みじめに書いてあって、すごい嬉しいというかほっとしたんですけれども、
絶対的な価値観が人それぞれにあって、でいろんなことをお話しすれば分かり合えるとか理解がし得ると、どんな方とでもですね、妥協ができていく部分はあるというふうに私は考えているんですけれども、どうしてもここは絶対的に違うなってよく思うのが、私は人があってこその国家だ、国民がいてこその国家だ、まずは人がありきで、私たち国民のために国家はあるっていうふうに考えているんですけれども、その絶対的な価値が違うんだって思わされる方はですね、よくこのことをおっしゃる。国のため、国家のために国民がある。まずは国があってこそだっておっしゃる方とは、やはりこう、どうしてもそこの部分でも、この価値観を合わせるっていうのは無理なので、主観を合わせるっていうんですかね。そこが絶対的に違うなーって思うんですけども、まさにそんなことが書いてあってですね、今までの日本は国のために一人一人がいる、だけれども新しい社会は一人一人のために国があるっていうふうに書いてあって、まさにそう、私はそうだなっていうふうに思った次第でした。すいません、私今日ちょっと眠たくて、すごいゆっくり喋ってるんで、申し訳ありません。河合さんだ、こんばんは、お疲れ様です。上野さんと村田さんの YouTube に、小学の卒業アルバムに上野さんと村田さんが載ってた。そうなんじゃ。上野さんももともと不精不中なんですね。いやー、そうかそうか。なるほど。村田さんはね、私、中学校区が一緒なんですよ。ご実家も多分、もともとのご実家、めちゃめちゃ近所なんですけども、東谷間中学校区なんですが、そうだ、そうなんですね。鹿児島大学附属小学校、中学校のご出身ということですね、お二人は。なっちゃんさん、教えてください。原さんはゆきさん、女性なんだ。まちゅんさん、こんばんは、ありがとうございます。河合さん、維新よりはまだ国民民主は良いかな、とのことありがとうございます。国民民主党の上野さんと矢田さんの動画で、うとさの話題が出てましたね。そうなんですか。ごめんなさい。矢田和香子さんってこと。ごめんなさい。すごい光栄恐縮ながら、存じ上げませんでした。わ、そうなんだ。それはそれは。どんなだろう。なっちゃん。ちなみに、うちの推しの関口健太郎さんも、長妻昭事務所出身。そうなんだ。なるほど。S さん、国民民主党は民進党の元仲間だから、国民民主党の議員さんとも仲良くさせていただいてます、とのこと。そうですね。やっぱ大きな塊というところではですね、もちろんこの間連合さんのお話の中でも、やはり国民民主党と立憲民主党と連合は推していくっていうお話をしてくださいました。はい、松島さん、やっぱり大陸族は人権。いや、そう、合ってたってね、別に正解があるわけじゃないし、それは私自身が決めていいことですし、何を対立軸というか、柱にするかは皆さんそれぞれ一人一人、好きに決めるべきことだと思うんですけど、やっぱり人権であ、で、で、なんか間違いないなって改めて思った次第でございます。森本さん、自民党の目指す社会って明文化できるんでしょうかとふと思った。ですね、今日、レジュメめっちゃ見せまくってけど、まあいいや。ですね、立憲民主党、いやー、落としちゃって脱げちゃったよ。立憲民主党の綱領をですね、長妻さんが出してくださったんですけど、これ、立憲民主党の綱領。大きい柱で、私たちの目指すものっていうところでですね、あから始まって、きまである。だから7項目あるんですけど、
その時に長妻さんが自民党の綱領も見てみてください、全然うちと違うからって笑いながらおっしゃってたので、きっとその自民党さんの綱領に、自民党さんの目指す社会って明文化されてるんじゃないかなと思った次第で、読んでみなきゃなーって私も思ってたとこです。はい、で、なんちゃんも本当人権大切とのこと。そうそう、さっき私がドヤ顔でって言ったんですけど、さっき知ったんですけど、ドヤ顔って松本人志さんが作った言葉なんですね。さっき知りました。あと何だっけ、上から目線、あとそれから空気読むも松本さんのお作りになられた言葉なんですね。もうなんかすごいなと思った次第だったんですけれども、なんでその話をしたかというと、その性加害の問題でやっぱり人権問題なんですよね。あの人の、まあ、なんだろうな、個人の尊厳を侵害するという意味で、そして、個人の尊厳を侵害してバカにした笑いをやはりこの間、作り上げていらっしゃって、です、私は個人的にそれが、学校の少なくとも私たち時代のいじめのいじめというものは、それにもそれを模倣してた部分が少なからず、いや、あのかなりあるんじゃないかなというのが、まあ、ごめんなさい、完全に主観なんですけど、偏見かもしれませんが、あるんじゃないかなってことを改めて思った次第でした。オリンピックの時に、話題になってしまった、ミュージシャンの方がいじめで、ね、排泄物を食わせて、その障害のある同級生に、で、マスターベーションを強要させてたみたいな、いじめのエピソードが、口に出すだけでしんどいですね、これあったと思うんですけれども、それもやはり、人を追い詰めてそれを笑うというですね。だから本人たちにはいじめてる意識がなかったんじゃないかな。いじってる意識はあったかもしれないけれども、暴力性に、戸惑いうろたえるものを笑う風潮というのはそこに影響を受けてるんじゃないかなって、やっぱり改めてやっぱりそう思った次第でした。人権大切から、ごめん、ちょっとなんか長くなっちゃった、 S さんじゃなかったなっちゃん、ごめんなさい。まっちゃんさん、権威主義対民主主義とのこと。権威主義、そうか、権威主義、そうですね、権威主義も必要な部分はあると思うんですけどね。はい、ちょっともうちょっと考えてから発言します。河合さん、村田さんと宮地さんの高校の上下関係と政治の上下関係気になります。なるほどですね。どうなんだろうね。あ、でも村田さんは岩崎寮に入ってらっしゃって、もしかしたら下鶴さんとかとは付き合いがあると思いますよ。そういえば平岡静香さんが川内宏さんの引用リツイートされてましたね。へえ、あ、そうなんだ。まだ見てません、ごめんなさい。河合さん、今年の鹿児島の県議選では子供を抱えながら立候補する議員がいるんです。あーって、上野さんがその矢田さんのインタビュー動画で私について上野さんが言及くださってたってことですね。なるほどなるほど。上野さんの、
に一番最初にインタビューしていただいた動画はですね、私泣きわめく息子抱えながらインタビュー受けたのでですねあとは、ね、上野さんの私の紹介するときは辻立ち3回しかしなかった人っていうはい、毎年党員の更新の際、あ、そっかそっか、なっちゃんはじゃあ長妻明さんのところで党員登録されてらっしゃるんですね。長妻事務所からは香料が同封されていく、素晴らしいですね。それ素晴らしいですね。そういうの大切ですよね。うん、これちょっと私も真似しよう。うん、あの、うん、ちょっとですね、私肉、自分のあのいる場所、肉って鹿児島肉なんですけど、肉はですね、あの国会議員がいらっしゃらなくいので総支部がないんですよ。それであの暫定総支部っていうのが一応作られているんですけれども、ちょっとそこにですね力を入れなきゃいけないっていうことに今あの会議でなっていて、あのサポーターさんでもいいので、その協力党員さんを増やしていきたいなって今日あのちょっと心に誓ったところだったので、その、ちょっとこう党員さん、協力党員さんの拡大運動をですね自分の地区でしていきたいなと思う次第です。まだ立憲民主党のサポーターになっていらっしゃらない方がいらしたら、ぜひ、どこの住所でもなっていただけるので私から紹介させてくださいとか言って長妻明さんは高校は都立練馬高校卒なんですよね。へえ、そうなの。じゃあまーちゃんさんの練馬区ですね。中野と練馬隣同士ですからね。私も練馬区に住んで中野区に住んでたのでですね、どちらも非常に思い入れの深いところでございます。民主党と自民党といえば、今井から自民党入りして今日で1年。今井からって多分今井ルルさんのことかな。今日で1年って川下さんよくそんなことご存知ですね。ルルさん、今日この時期なの ?1 月。あ、そうなんですね。森本さん、自民党交流ホームページですからね、行ったからには覗いてみましょうかね、とのこと。よかったらリンク貼り付けてください。私も見てみます。まーちゃんさんですね、山岸さんのイベントの時に知りました、かっこ前回の衆院選の前のイベントの際に、とのこと。山岸さんは山岸一生さんってお読みするのかな、あの元新聞記者の方ですよね、きっとね。 S さん、高一の頃いじめられて辛かった、うん、なんかそっかそっか、もしかして先輩後輩の話なんで、あ、違う、さっき私が言ってた話の話を、継いでくださってるんですかね。私ね、ほんとね、つらかった、そうですね。歌手で俳優の凪良健一が何年か前の NHK の午後生で、上から目線という言葉は業界用語で、本来の意味は視線ですと言っていましたね。あ、そうなんですか。まーちゃん、なっちゃんさん、こんばんは。返信ありがとうございます。まーちゃんさん、そうそう、その方です。ねえ、河合さん、上野さん、他党の議員にもウトさんの話題よく出してますよね。え、そうなんですか。恐縮です。私、あんまり上野さんの動画、あの、全部見れてるわけじゃなくて、知らなくてごめんなさい。もうなんか、あの私、自分のこと著作権フリーとかって言って、あの、山本太郎さんパクって言うんですけど、あの、もう、何をされてもいいというふうに思ってるので、もう、あの、チェックもあんまりしない。あ、でも自分のツイキャスはなるだけ見返してます。だってもうバカなことめっちゃ言ってるんだもの。あ、S さん、なるほど。私、石垣さんのところへ党員になるか迷い中。なるほど、なるほどです。あの、もうそれはご自由だと、ご自由に どうぞというところでですね。はい。まあ、よかったら私のところでなってください。辰巳さん、ありがとうございます。こんばんは。あ、山岸さんは一世さんって読むんですね。一に生まれるですもんね。ありがとうございます。S さん、同級生に1年間いじめられて誰にも言えなかったとのことは、そうだったんですね。
そう、言えないのがね、どうして言えなかったのかな。何か言いたくなかったのかな。でも、なんて申し上げていいかわからない。辛かったですね。教えてくださいってありがとうございます。いじめをなくす方法とかってなんかお考えのことがあったらよかったら教えていただけたら嬉しいです。はい、松島さん、カメラ目線って感じの使い方なんですね。へえ、上から目線。へえ、そうなんですね。はあ、なるほど。なるほど、なるほど。山岸一生さん、元朝日新聞の記者さんなんですね。絵を描いてね、選挙活動されてた方ですよね。ちゃんと、小選挙区で勝たれましたもんね、あの方はね。今、宮司さんと Facebook 友達になりましたって通知が来ました。おお、すごい、おめでとうございます。パチパチ。そうなんだ。石垣さんのところのサポーターになると、トートバッグがもらえる。へえ、いいですね。うちは、ウト稽古バッジ、いらないか。ウト稽古のあれでトートバッグ作るよ。じゃあ。森本さん、ありがとうございます。リンク、すいません。わがままなリクエストしちゃって。自民党綱領、離党宣言綱領とあります。ということで、皆さんもチェックしてみましょう、これ。なっちゃん、私、ウトさんにお友達申請してみようかと思います。わあ、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。S さんが、石垣さんか北海道のか迷ってる。石川さんですかね、北海道だと。なっちゃんは、石垣さんのところで協力党になって、さらに長妻さんのところで党員にもなってらっしゃるってこと？そんなことできるんですか？辰巳さん、購入、コインありがとうございます。S さん、言っても聞いてくれる人がいなかった。それって先生には言えたかもしれないみたいなところあるんですか？それとも私が、この間取り上げてるスクールカウンセラーさんとかがもしいらしたら、その方にだったら言えたかもしれないとか思われますか？松島さん、CDR、そうですね。それ需要あるの松島さんだけかもしれないけど、CDR は党員になっていただかなくても、LINE で送ります。LINE で CDR、MP3 を。いいですよね、MP3。全然ね。自民党の綱領はちょっと無理ですね。何？読んでちょっとないわって思ったってことですか？一つの総支部につき一つ登録できますと聞きました。問い合わせました。 すごいなっちゃん、素晴らしい。ありがたい存在だ。S さん、その当時フリースクールって言葉知りませんでしたのこと。S さん、そうですね。当時 S さん今20 10年ちょっと前だから、まだフリースクールってものすごい少ないと思いますよ。なので、はい、ご存じなくてもしょうがない気がします。できれば圧縮音源ではなく、ハイレゾで、なんだ、ちょっと難しくてわかんないけど、元音を出せってことですかね。でもね、なんかあれですよ。全然、元音をお出しします。はい。ありがとうございます。ちなみに名寄せでちゃんと一本化するので、代表選の権利は1個しかない。なるほどね。へえ、そうなんだ。そうです、S さん。いっぱい協力党員になれるって。いじめに関しては、少なくとも暴行や恐喝については、警察沙汰にすべきだと思っていますと、まーちゃんさん。そうですね。心プランにおいても、きちんとそういうふうに、する方、警察も、沙汰にすることも辞さない対応を取るというふうに、今回文部科学省方針を出していて、そこから運用がどうなっていくのか、ちょっと注目するべきだと思うんですけれども、そうですね、はい。ハイレゾ音源、いいですね。
なんちゃんも乗ってくださってありがとうございます。と どうしよう。なんかすごい逆に緊張してきた。いいの？そんな。二重三重 OK らしいですね。S さん、でもお金が一人に選択しようと考えてます。すいません。また私が無茶ぶりを言ったから、どうぞどうぞ、ゆっくり考えられていただければというふうに思います。はい、オリコンチャートいい目指しました。どれで選挙ソング、私の選挙ソング、私が今音楽の話でさせていただいて、自分の選挙ソングと永谷小夜子さんの選挙ソングとウトキャスのオープニングテーマと、あと腹ペコ青虫だな。 なっちゃんと松島さんが なんかおだててくださる。ウトキャスの YouTube って誰がアップされてるんですかとのこと。ですね、これはですね、このキャスを終わった時に YouTube に配信、アップする方法があって、それをすれば自動的に上げられるんですけど、最近はですね、徳田さんが事務局のタイトルも付け直して、違うか、ちょっと日付とか入れてあげてくださってます。っていうのも、私がもうこのキャスが終わった瞬間にもう別の作業に入ってしまって、YouTube に上げる余裕がないよーって愚痴言ったら、徳田さんがしてくださるようになりました。でも取り立てて編集とかは全然しないです。時たまですね、徳田さんに、ちょっとこの間のキャスのあそこがまずかったかもしれないんで、もしよかったら時間あったら編集ちょっと切ってくださっていいですかみたいなことをですね、実は今ちょっと公開してない、キャスも2本ぐらいあるんじゃないですかね。キャス上では見れる、ツイキャスのアプリでは見れるんですけど、YouTube では公開、全員公開してないやつが実はあったりするんですけども。はい。ということでした。まちゃんさん、自民党は簡単に言うと1955年に当時の社会党に対抗して誕生したんですよね、とのこと。はい。アメリカの、CFBI のもう一つなんだっけ、 CIA が、お金を出して作らせたということが、もう何ですかね、きちんと明るみに出ているというふうに伺ったことがあります。で、やっぱりこの当時の社会党に対抗して誕生したみたいなお話が、その先日の連合さんのことの、何でしたっけ、労働組合が第一第二にあってみたいなことですとか、そういったこと、その分断工作というか対抗、工作にまんまと乗っかって労働組合が弱体化したこともそうですし、みたいなことをですね、本で読みました。矢部さんの本かな、言ってはいけないかな、戦後日本のなんとかかな、どっちか、すいません、曖昧な記憶で恐縮ですが。ということで、今日の、立憲アカデミーの開講式には特別受講生として、私と子どもお話し会を一緒にしてくださっている学生連盟というですね、組織を最近立ち上げられた17歳の高校生も特別受講生として参加してくださいまして、長妻さんに質問もされたんですけども、本当に高校生って皆さんがざわつくぐらいですね、すごく立派なこ、あのか立派な質問というか、なんかおかしいな、すごくこう考えてらっしゃる方でですね、やはりそういう方たちのためにもですね、自分自身が襟を正して頑張っていかなければならないなと思った次第で、ございます。もう間もなくですね、3月議会も始まるということでですね、今日は会派の皆さんで、2月のスケジュールの打ち合わせをしたりですとかですね、あとはですね、あれこれ言っていいのかな、
言ってはず、新聞出てますもんね。会派に塩田知事から推薦依頼が、来ているので、その話についてお話をしたりですとか実はしてまして、非常に濃い一日でもう本当に疲れ切ってしまったので、今日はこの辺で休もうかなというふうに思います。すいません、疲れたので休みまして、政治家にあるまじきことを言ってますけどごめんなさい。明日はですね、パレスチナで今何が起こっているのかという、急遽の勉強会に参加をしてまいります。本当はその同じ時間帯に人形劇があって、それに息子と行きたかったんですけども、ちょっとその勉強会を優先しないといけないかなと思って、というのもそのですね、その勉強会の、ゲストスピーカーさんがですね、私のお友達なんです。なのでですね、ぜひ伺いたいなと思って行ってまいります。なんだっけ、永井さんがおすすめしてた、このガザとは何かという本もですね、今日もちょっと移動の時間で30分ぐらいの時間の合間があったりしたので、一生懸命読んでて、3分の1は読んだんじゃないかなというところで、はい、明日も、頑張っていこうと思います。ということで、塩田さんと別アカで Facebook 友達になったので、原発反対と DM を送っときました。素晴らしい、 S さんの行動力素晴らしい。国会議員にも友達人生送ってみようかな。それ大事大事ですよ。手始めに、手始めにってすごい失礼。我が県連の野間武さんですとか、村田京子さんですとか、ぜひぜひ鹿児島議員、鹿児島の国会議員にですね、アプローチしてくださると、大変大変喜ぶと思います。ふふふ。労組の中でも、昇進差別があって、共産党支持の組合員は昇進できないというようなことがありましたからね、とのこと。あ、でもね、今日ね、実は夕方、本当は立憲鹿児島の総支部連合会の新年会があったんですが、そちらは欠席してやむを得ず、高校の、同窓会、新年会に出席させていただいてたんですけども、そこでですね、86歳の高校の先輩が、そんなことをおっしゃってました。自分は、社会党支持だったんだけれども、やっぱりその共産党が暴力革命 を当時しようとしていたのがあって、今でもやっぱりそれをこう何ですかね、今の共産とは違うっていうふうに言われるけれども、やはりその時のその記憶というかですね、なかなか相入れないものがあるんだよみたいなことを教えてくださって、ああなるほど、そうなんですねって言ってですね、この間の吉田健一さんのお話にも通ずるなと思いながら伺ったところでした。そういえば平岡静香さん、原稿作りでインタビュー遅くなりそう。あ、そうかもしれないですね。はい、なられたばっかりだし、私も9月議会の自分の原稿作りの時、本当に、本当に、なんだろう、もうね、一切何もできなかった、それ以外のこと。はい。なっちゃん、本当に昇進差別おかしいとのこと、なるほど、そうですよね。なっちゃんさん、今日、立憲アカデミーにもですね、県庁の組合員の方、たくさん来てくださいました。で、皆さんに、いつもご迷惑ばかりおかけして申し訳ありませんって言って、謝りました。体大切と言ってくださってありがとうございます。森本さんもありがとうございます。こちらこそ、デモはいつあるんでしたっけ？今日だったっけ？って思いながらキャスし始めたんですけど、明日かな？はい。皆さん、体第一に、本当に昨日、共感疲労の話も出ましたけれども、やっぱりこう、辛いニュースというか、しんどいニュースが多すぎて、私、生活保護の群馬県の桐生市って呼ぶんですかね、の話ですとかも、ちょっと
私自身も辛いニュースを、目の当たりにしすぎて、結構それもあって疲れてる気がするのでですね、皆さんもそうじゃないかなっていうふうに思う次第ですので、時々メディアから話してみるのも大事かな。なんかでも私のキャス、あんまり政治の話してないので 私のキャスで、あ、この人またバカなこと言ってんなーって言って、思っていただければこれ幸いでございます。ということで、あ、しまったもう45分だって最長じゃん。ということで今日は本当に、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。なるほど、国会議員権利主義の順番で申請。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。井戸まさえさんがこの本を紹介。へえ、ちょっと見てみよう。一郎の皆様、本当大変よね。辛いニュース見ると嫌になります。本当ですよね。皆さん、心を守っていきましょうね。本当にね、心を守っていきましょう。たすみさん、ありがとうございました。まっちゃんさん、生活保護申請の水際措置をして、ああ、そう、そう、なんか小田原もありましたよね。そうですよね。いじられうとキャスと、真面目川内キャス。ありがとう。かのこさん、今日はありがとうございました。もう、大役お疲れ様でした。ということで、皆様、今日も本当本当にありがとうございました。わ、2分日付超えちゃったということで、毎日ウトキャス、また今夜、ありがとうございました。おやすみなさい。